大堀康介は、日本のゲームメーカー、マトリックス代表取締役、元ゲームライター、元プロゲーマー、ウルホシアンズ、大堀師範代の名で活動していたこともある。ウルホシアンズというペンネームは漫画、うるせえ奴らに、ちなんで付けられたものである。高校時代の1983年初頭、ナムコより、ゼビウスが発売されると短期間のうちに攻略。 日本で初めてカウンターストップとなる1000万点を達成した。ゼビウスの発売から約1ヶ月後にはペンネームウルホシアンズを名乗り中金直彦と共にゼビウス1000万点への解放というミニコミシを発行。ゼビウスのヒットも重なって週刊誌でも取り上げられた。後にパジリサトシへ再販を委託した分を含めると約1万部を売り上げ。 当時のミニコミ誌としては記録的な大ベストセラーとなったサザンオールスターズの桑田圭介も同志を持っていたほどであるそしてこのミニコミ誌がきっかけとなりゼビウスの制作者である遠藤正信とのつながりを得る1983年10月に発売されたマイコンベーシックマガジンの別冊付録スーパーソフトマガジンにおいて同ペンネームで マッピーの攻略記事を執筆。翌月号から1984年2月号にかけての別冊付録ではゼビウスの攻略記事を執筆した。1984年2月号別冊では遠藤正信へのインタビューを行った記事も掲載された。大学時代は遠藤正信の紹介によりナムコでアルバイトを行いファミコン用ソフトドルアーガの等の開発に携わる。 この開発に携わったことが本格的にゲーム制作を行っていく転機となった。大学卒業後、サイトロンアートに在籍してファミコン用ソフトサンリオカーニバルの開発において企画からマスターアップまでの全工程を担当。この後フリーランスへ転校してメガドライブ用ソフトランドストーカー工程の財宝を企画した。1994年7月に 有限会社マトリックスを設立、ランドストーカー皇帝の財宝の流れを組む、プレイステーション用ソフト、アランドラ、アランドラにマシン化の謎を発売した。2016年10月、株式会社ゲーム文化保存研究所を設立、ゲーム文化の保存、研究に乗り出す。ありがとうございます。